はい、こんにちは、スプラーテのみなちゃんとてるちゃんです。こんにちは。デートデーです。デートデー、デートデー、デートデー、いいじゃん。じゃあペロちゃんとデートですね。うん、久しぶりにデートしてないからね。あ、メキシコ料理、メキシコ料理、ちょっとせるか。あそこね、あ、見るか。メキシコ料理、ドスマノスパスタ。あ、行ってるよ。うわ、行ってるよ。行きましょうよ。行こう。あー、やったー、デート、やっぱりデートだーこれもさ、もうめっちゃメキシコじゃん。これもめっちゃメキシコ。ラコミラメヒカナ。うわー、ビエンベニーノ、ようこそで。いや、本当に本当にメキシコっぽいね、ここだけ。超メキシコっぽい。ね、私初めて見たもん、めっちゃ嬉しかった。ね、これタコでアルパストール。スペイン語じゃん、メニューも。うん、もうメニュー、グリとファクタス、やば。だここは本当に本場のメキシコの人もいっぱい来るんだって。いっぱい来る、めちゃめちゃめちゃおすすめ。沖縄に来たらドスマノス。ドスマノス、これ沖縄市のミュージックタウンの近くなのね。そうだね。あれどこに書いてある？ドスマノス。ドスマノス。お店の名前どこに書いてある？あ、あそこ。お、ドスマノス。ドスマノス。お店の名前。そう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 。ドスマノス。今あれコロナのことで多分あの持ち帰りのみだけど。テイクアウトのみ。テイクアウトのみ。テイクアウトのみだけど。もうめっちゃいい匂いするよ。あー、めっちゃいいじゃん。やばいね。ドスマノに来ました。来ました。なかなか来れないんだよね、時間が。なかなか来れない。そうそうそう、目に、まあ、そのまま、いいですか。じゃあ、なんとなんと、本当だ、メキシコ料理。うん、すごい。じゃあ後ろの日本語メニュー見せて。あ、日本語のメニューね、これです。はい、でこれ、今日はね、今梅ちゃんこれ頼みます。これ食べるの。あー、私、俺ちゃった、俺ちゃった。どこ、これ俺ちゃった。なんとなんと、これは何、お米のジュース。ジュース。オッケー。超美味しいじゃん。でも今のところ日本で一番美味しい。一番美味しいと思う。日本のメキシコ料理屋さんで一番美味しい。美味しい。と思う、ベロちゃんが。私は思う。なんか本当にメキシコで食べてるって感じがする。本場のベロちゃんも認める。そう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 。他のところ美味しいかもしれないけど、まあなんか海外で食べてるって感じ。でもここは本当にメキシコっぽい。おい。嬉しい。頭はね、めっちゃメキシコだね。めちゃめちゃメキシコ。音楽もだし、うん、売ってる、ここで。あ、シナモン。美味しい。ちょっとじゃあ、コロナビールある、コロナビール。コロナビールある。カラペーニョもある。メキシコ料理紹介します。イエーイ。ますます、はい、米のジュース、米のジュース。めっちゃ美味しい。にゅにゅーん、よへん、よへん飲んで。うん、いいよ。うん、うまい。ほんと？最初さ、メキシコでなんでこんなもの飲めるの？ね。まあもうそれよりもタコス。タコスタコス。見て。ソース。緑ソース、黄色ソース。あ、そうね。それ絶対メキシコ料理だと。絶対あるやつね。絶対、緑と。超かわいい。ブエンプロベッチョ。ブエンプロベッチって何？ブロンペッチョ、なんていうのかな。多分ないよね、日本に。良い食事をどうぞみたいな。おいしく食べて、なんつうの。いただきます、じゃないかな。これベロちゃんの？あー、そうだね、多分。これ俺のだ。タタン。ヨヘノは？かわいい。いや、マジで本当に今のところ俺たちの知ってるメキシコ料理屋さんで一番うまいと言っても過言ではない。なんかもともと日本人向けに作ってたんだって、うん、そしたらもうメキシコ人の間で有名になっちゃって、うん、なんかだんだんメキシコ人寄りになってったんだけど、うんうんうん、ご飯がいやそうするだな、俺かけない人だけどちょっとね、せっかく、俺が食っていいの？もちろん。お腹の。うまっ。タキトス。これね、メキシコ行かなくて大丈夫。もしメキシコ料理食べたかったらね。めっちゃうまい。
めっちゃメキシコ。めっちゃメキシコと同じ。他の国に住むのは一番辛いのはもちろん家族、友達いない、うん、なんか会えない、うん、けどその2番目は料理だね。でここになんかめっちゃうまい料理あるのはめっちゃ嬉しい。天国にいるみたい、はい、マジ。おー見て見て、ソースはこのぐらい入れるよ。おって感じ。超幸せじゃん。ソースやばい。ソースやばい。やばい。やばい。幸せ。うまい。うまい。超うまい。ソースやばい。ソースやばい。どうしてやろ。パクチー。全部やばい。あー、私の指が、指が。うまい。いや、本当に美味しいね、ゆうちゃん。美味しい。うんうんうん。じゃあ、いっぱい食べましょう。昨日と一昨日。あの絵を買ってくれた人のおかげでこれを買ってきました。これでプレゼントやりますね。ありがとうございます。皆さん寄ってくれた人、絵を買ってくれて、そのお金はもう全部ここにプレゼント企画に回せます。そう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 、回せます。今回プレゼント企画できるのは、うん、この昨日おととい絵を買ってくれた人のおかげでございます。そうですね、本当にありがとうございます。本当に感謝してる。感謝してる。で多分この人ね、うん、まあ届いても指導画とか見せたら、うん、それみんななんかめっちゃ嬉しいと思う。嬉しいね。ね、これはもう梅ちゃんからじゃない。梅ちゃん、ベロカちゃんからじゃないからね。じゃないから。うん。デートはどこでするのが一番いい？え？テレビの前？テレビの前。イエーイ。そして？そして？ソファベッド。ソファベッド。そして？そして VR ゲーム。VR するか一緒に。じゃじゃん。ゲームしようよ。オッケー、やろうやろう。おお、ポジション。大人にも聞こえないよ。そしたらスーパーハードレベル。音聞こえない。音聞こえないけど、どうやす。なに。はい、ということで今日はベロちゃんと梅ちゃんのデートでした。やっぱ家でゲームするのが最高だね。最高だね。外は寒いしね。外寒いね。え、風やばいし、ね、風やばい。っていうことで、まあ、こんな感じでね、みんなは普通のデートはの日何をしますか。私たちはこんな感じです。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。